イタリア・ロシア戦域軍は、第二次世界大戦の東部戦線に派遣された、イタリア陸軍部隊。派遣当初の3個師団規模の際には、イタリア・ロシア派遣軍と呼ばれた。1941年6月22日、バルバロッサ作戦開始後すぐにムッソリーには、東部戦線への遠征を準備するように軍部に伝えた。ただでさえ、軍の物資や装備が不足する中の計画に少なからぬ。 軍港官が反対している。ヒトラーも、東部戦線への派兵をムッソリーニに無理強いせず、代わりに、北アフリカ戦線への増援を要請した。ムッソリーニ自身も、ヒトラーの大衛戦を放置したに正面作戦を、狂気と批判したが、それゆえに、大衛戦の勝敗を云々する状態ではなくなったと、判断していた。部隊は温存されていた、精鋭の自動車化士団、快速団、 山岳師団から編成され、機動性は十分にあったが対戦車戦力が極めて欠乏しており、T-34 戦車との戦闘が不安視されていた。司令官ははじめ、フランチェスコ・ジンガレス大将が務める予定だった。しかし輸送中のウィーンで病に倒れたことから1941年7月14日、序盤にメッセ中将に交代した。 メッセは、ムッソリーニの見栄を重んじるような無計画な装備での遠征を批判しつつも、優れた采配で軍を率いて、戦果を得た。しかし、ドイツ軍からの増援要請にも反対したため、ついに解任され、北アフリカ戦線のドイツイタリア戦車軍の指揮官へと移された。一方、北アフリカから入れ替わる形で公認に着任したイータロ・ガリボルデ大将は逆に、 ドイツ軍の戦争計画に協力的であり、それがもとで、戦後の戦争責任を問われることとなった。スターリノを包囲するロシア戦域軍1941年7月10日、独港軍集団に参加したシエサーは、まず独第11軍の励下部隊として、オイゲンフォン・ショーベルト大将の指揮下に入った。8月14日、エバルト・フォンクライスと元帥の第1走行集団に、転属。 10月25日に同部隊が第一機構軍に再編された後も止まっている。以降、1942年6月3日に、リヒャルトルオフ上級大将の第17軍と合流して、ルオフ軍集団を編成するまで、シエサー軍はクライスと元帥の下で戦った。ブグ川近辺でソ連赤軍第9軍の先見部隊と接触した自動車貸し団パスビオは、 ベルサリエリからなるオートバイ中隊に前線を突破させることでこれを、激化、3500名のソ連兵を捕虜するという、最先の良い偉人を踏んだ。続いて、ーキング SS 装甲師団のドニエプロ・ペトロブス地方での戦闘を助け、エバーハルト・フォン・マッケン前将軍の評価を得ている。シエサー部隊は、ドイツ軍や同盟軍と共にドニエプル川を溶かし、 ペトコリフカ氏を守備するソ連軍三個師団を巧みに、包囲殲滅して1万3千名の捕虜と80門の野戦砲を露獲した。ペトコリフカ氏の占領作戦は、エバルト・フォンクライスと元水からも称賛され、戦力としての信頼は確立された。その後もサボヤキ兵連隊を中核とする海賊師団、アオスタコーが戦略的拠点のスターリの占領に活躍しているが、冬の訪れは、 数軸軍を例外なく苦しめた。大仏戦の経験から用意されたアルプス山脈用の陶器装備すら意味をなさない玄関の中、ソ連軍の反撃が徐々に強まりつつあった。シエサー部隊もソ連軍の手に落ちたニキ気とカしを敵の猛攻を退けて奪還に成功して以降、ミウス側に陣地を築いていったんは主正に回った。だが12月に、 ドイツ軍第3不評師団とチャゼペトフカのソ連軍に攻勢を仕掛けたパスビをトリノが白兵戦闘を制して前進に成功する。対するソ連の反抗作戦に際してもリコボに対する攻勢を黒シャツ隊などをはじめとするイタリア軍の守備部隊が果敢に防ぎ、救援に訪れた友軍の支援でこれを撃退した。 この戦いで、メッセ将軍は新たに900名の戦死者と引き換えに、ソ連軍から12000名の捕虜といくつかの露核兵器を得た。また独大11軍の包囲により陥落したオデッサ市に入場し、市街地で相当作戦を実施して治安回復に努めた。ウクライナの田園を進むベルサリエリ兵ドイツ軍が東部戦線の長期戦火を睨んで、 ソ連南部の資源地帯への下記構成を立案すると必然的に同盟軍戦力が重要視された。ドイツ軍参謀本部はイタリア陸軍に大規模な増援を要請し、ムッソリーにもこれを歓迎する姿勢を見せた。功労者であるところのメッセは、トボしい軍の戦力をこれ以上削ることは自殺的行為だと批判したために解任され、イータロガ・リーボルディ大将が公認となった。 イタリア陸軍は伝統ある RP2 師団3個で構成される山岳軍と3個不評師団による第2軍団を援軍として派遣したほか第3快速師団を自動車化師団に増強したパスビオ、アオスタ港、トリノの3個自動車化師団は新たに第35軍団として統合され計3個軍団からなる E 第8軍が編成された一個不評師団と二個グロシャツ連隊が 司令部直属の予備戦力として存在しており、兵員総数は23万名にも及んだ。各機構成においては、南方軍集団は、A 軍集団と B 軍集団に2分され、A 軍集団に参加した、イ第8軍は戦術の通り独第17軍及び、ルーマニア第3軍と合流して、ルオフ軍集団を編成した。だが途中で、戦闘序列の変更が行われて、イ第8軍は、 B 軍集団に転属、ルオフ軍集団は白紙に戻され、ルオフ上級大将も、独第17軍の指揮に専念した。6月に開始された、ブラウ作戦で、イ第8軍はドン川を目指して進軍し、ソ連軍といくつかの戦闘を行っている。セラフィモビッチの戦闘では、アオスタコが、ソ連軍の戦車部隊が装備する、T、T-34 戦車を火炎瓶による攻撃で、破るなど、 海戦前から危惧されていた対戦車戦力の不備を補いながらドン川にたどり着いた。またこの際に露隔された T-34 はイタリア陸軍の技術班によって見分され、傾斜走行の採用など p 4 0重0戦車の開発に影響を与えた。しかし8月20日のソ連軍による反撃が行われるとイタリア陸軍はこれをソ連軍から 白い悪魔と呼ばれた山岳スキー大隊、モンテチェルビーノやアルピーニ師団の活躍で抑え込むものの、戦線拡大は停止した。イ第8軍はドン川沿いに部隊を展開、右にはルーマニア第3軍、左にはハンガリー第2軍と同じ同盟軍が展開していたが、依然として防衛の主体はドイツ軍が担っていた。スターリングラードの戦いが泥沼化する中、ヒトラーの命令の下。 ドイツ軍は闇雲に増援を戦略的価値の薄いスターリングラードに送り込まざるを得なくなった。同盟軍と共にドンカワを守っていたドイツ軍部隊も次第に引き抜かれ、防衛の主体も同盟軍部隊に移っていった。こうした状況を後期と見たソ連軍は同盟軍陣地への大規模攻勢を発動した。同作戦をハンガリー第二軍とイタリア第八軍はこれをしのいだが、注目標とされた。 ルーマニア第3軍は構成初日で改装し、続いてルーマニア第4軍も壊滅した。防衛線に穴を開けられたスターリングラードの独大6軍は街ごと包囲下に置かれた。ソ連軍はさらに同盟軍陣地への第2次攻勢を12月11日に開始し、英軍集団全体を包囲するという大胆な計画を進めた。今度はイタリア陸軍が主目標とされ、 ソ連軍3個軍による波状攻撃が第8軍の陣地を襲った。第8軍はわずかな対戦者火器で押し寄せる無数の戦車を相手にしながら11日間にわたる激戦をしのいだ。アースイ軍だが5日目にルーマニア軍のいた右翼陣地を迂回したソ連軍は第8軍の一部を包囲下に置き、さらに不評師団のみの第2軍団に750両の戦車部隊を差し向けた。 それでも、第8軍は、戦線法、イタリア陸軍参謀本部が、全軍交代を許可した時にはすでに戦線は、半壊状態にあり、第2軍団、第35軍団の残存部隊は、連隊機を焼却してドン川広報に交代した。そのような中、山岳軍のトリデンティーナ、ユリア、クネエンゼ山岳師団は、ソ連軍の猛攻に依然として踏みとどまり、 増援として到来した、ビチェンツァ師団と共におびただしい死者を出しながらも、翌年まで陣地を死守している。ソ連軍が、スターリングラード占領作戦、鉄輪に合わせて1月14日に、新たな増援が送り込み、奮戦を続けてきた、山岳軍もついに退却を決断する。すでに、ドン川の数軸軍全体が、包囲網に包まれており、脱出は絶望視されていた。事実、 度重なる追撃によって部隊は徐々に消耗していき、脱出を目前にした時点で、ユリア、クネエンゼ、ビテンツァがすでに殲滅されていた。しかし最後に残ったトリデンティーナがニコライエフ化でソ連軍の包囲を破って包囲網の突破に成功。その後も必要に続くソ連軍の追撃を振り切ってベルゴロードに撤収した。山岳部隊を含め、 脱出に成功したのは3分の1程度であった。イ第8軍司令部は新たな戦いに備えてウクライナに前線司令部を設け、本国に増援を要求した。しかしムッソリーには本土決戦の可能性から部隊に帰還命令を出し、第8軍は解散となった。1943年2月に解散を命ぜられた時点で、 ロシア戦役軍及び第8軍の兵員数は15万名にまで減少しており、生き残った者の,の2割は重度の当初を患っていた。対戦車装備の乏しさに加え、寒さで故障して爆発しない、手榴弾や事前に火で熱を与えておかないと稼働しない、ライフルや機関銃といった粗悪な装備で無責任に派遣された戦いに兵士たちの中でムッソリーニへの反感が高まっていった。 また退却時に同盟軍をしばしば捨て駒にしたドイツ軍への反感も後にソ連側に願えるルーマニア軍やハンガリー軍と同じく存在していた。1943年7月25日、ファシスト政権が王答派に倒されると対立は表面化した。期間中の部隊も引き続きムッソリーニに従ってイタリア社会共和国軍に参加するか。 国王に従って自由イタリア軍に加わるかを選択しなければならなかった。少なくないロシア戦域軍の残党兵は安水軍への参加を表明し、本国からの命令に従って東部戦線に展開を続けた。再編先であったウクライナ戦線や国会だけでなく、東欧北部のバルト海に沿岸施設防衛に派遣された部隊が記録されている。同様に東プロイセン戦線には、 元ブロシャツ部隊兵員で第834野戦病院部隊を要した9月9日大隊が派遣されドイツ軍の特殊部隊ブランデンブルクと共に転戦している陸軍部隊の支援として空軍も1個航空軍を派遣している開発されたばかりの MC200 戦闘機を装備したイタリア空軍部隊はソ連空軍部隊に対して優位を保った冬の到来で 戦闘機の運用が難しくなった際も SM-81 による輸送任務で前線を支え、ブラウ作戦では本国からの交代部隊が新たに活躍した。第8軍の解散に伴い本国に帰還するまでに88機のソ連機を撃墜し、一方の損失は19機に止まった。ありがとうございます。